ございます。どうぞ。どうぞ。今日は皆さん、要はね、YouTube のコメント欄、俺もう削除しようんだけど、できるだけ。入れずに見せてくださいとか、入れずに入ってますよねとで、まあちょっとこの疑惑について、はい、うちの職人さんは入れずにが入っとる説が炎上しとるので、はいはい、まあ、ちょっとこの疑惑についてきちっと話そうと思います。はい。入れずに入っとる。え、地元の鶴が地元地元の鶴お前考え、ライブで一回出とるやん。はい、ライブで一回出ちゃった。入れずに入ってる。地元の先輩が入ってました。こいつらずっとこれやっとカメラ回したらもう何とか喋るかなと思ったんですけど、えずみ何、ちなみに何、はい、どこまで入ってんの。で、質問が違った。はい、顔以外にえずみ入ってんのとこどこがあるの。顔以外に。僕の友達は足と手首ぐらいですね、入ってないの。入ってないの。はい、あれもうこってから手と足だけ。、はい、前の友達は。僕の友達は前も後ろも入ってんの。前も後ろも友達入ったんですよ。それ顔は落書きだろ。顔は落書き。顔は落書きだろ。へのへのプロじゃない、プロじゃないだろ、自分で描いたの。これ自分で描いたの。はい、お前は。僕の先輩はあれですよ、なんかお腹は入ってなかったんですね。お腹と、お腹っちゅうのかな。あ、前か。そうですね、前ですね。だけど肩の友達入ってんの。肩友達入ってましたよ。だからその胸で入ってましたね。背中も。背中も入ってましたよ。腕は。腕も入ってる。お前のやつ全部見たことないのか。お前の友達のやつ全部見たことないのか。本当に。ないんじゃないですか。あ、ないじゃないですか。ないと思う。はい。ないのか。はい。で、こいつは銭湯行ったことあるもんね。こいつの友達とは。俺の友達。顔がよく見た。変な友達とは。隠したと思って。よく見たやつ。ボスの魔法使いが月人みたいなやつ。隠しついてくるやつ。そうそう、隠してくれるんだけど。はい。じゃあお前は？の友達は？はあれです、胸、お腹周りが入ってなくて、うん、まあ、太ももが入ってないぐらいですね。太ももっていうか、ここから下も入ってる。友達は、はい、ここから入ってるんじゃないですか。友達はここから下は、まあ入ってない。ここから下だけ入ってる。はい。で、ここは入ってない。ああ、はい、それ見たことあるな。友達のやつだ。はい。ちなみにですけど、そのまあね、あの一般の人も見るもんで、お客さんとかも見るもんで、ね、そんな怖いなって言うけど、はい、足場の世界とかって結構、塗装の世界も結構入ってる方が多いな、入ってる日です。まあ、僕の知り合いの足場会社の人たちは、うん、6人おって、うん、5人入ってましたね。うちの会社や、僕の。いや、知り合いの足場会社。ちなみに俺入ってないんだよな、本当に。はい、本当に一滴も入ってないんですよ。はい、実は。ちょうど入ってない。まあ、これよく社長も入ってるんですかって来るんだから、はい、だから七分みたいな人じゃん。ああ、そういう時でもお客様もちょっと見せてみましょう。入ってるよ。確かに広告が見えちゃった。広告入れすぎかもしれない。ちょっと黒かった。黒かったよ。聞いて取った。いや、本当に俺は入ってない。マジで入ってないんだけど、はい、視聴者の皆さん、疑惑かかっとるの。俺も一応疑惑取っとこうかなと思うんですけど、はい、で実際に何、じゃあパシマのお前のやつが入っとるの何歳からだ。お前の友達は。僕らの友達は大体でもバラバラじゃないですか。16歳でから入れてる子もいれば、うん、16歳の入れになる法律違反だろ。まあ、昔なんで、なんか、うん、知っててもなんか知り合いみたいな感じで入れてくれるみたいな。ああ、そういうことな。だけどお前のやつガッツリじゃん。まあ、ただ視聴者の皆さん、勘違いしてほしくないんですけど、もう本当に真面目にやってる。もう絶対休まんし、お前なんか、まあ、たまたまの動画の時遅刻して、なんか冬は弱いですとか、わけわからんこと言ってね、ああいうのあるけど、まあ、本当にお前ももうな責任者やって、はい、まあ、その若い頃にや、ね、そういうのは入れる入れる、まあ、日本特にうるさいじゃん、はい、そういうもの、ね、和彫りだとな、ちょっとえぐいしな、はい、そっちの世界の、そうそう、反射みたいなイメージがあるじゃん。ああ、それはそうそう、だけど、うちの子たちは、まあ、みんな本当に真面目で、朝もね、6時半に起きて、はい、あ、6時半に会社来て、もう今、7時ですよ。で、まあ、コメント荒れるのも分かってるんで、あえて言うけど、まあ、本当に8時、9時まで、今日もやらなと。はい。で、それをじゃあ自分たちで肯定、俺が言っとんじゃないのな、はい。自分たちで肯定決めろよって言って、まあ、さ、まあ、ショー、さ、爆速と今日、今一本、ちょっと取ったけど、はい。言っとったのは、いや、もう、まあ、肯定削れんやんって言って。はい。で、今すごい楽しいです。なので、まあ、まあ、その話は今度また取っといて、まあ、そっちの話戻すと、はい。でも、本当に何、若い彼氏頃にこうやって入れて、職人しかまあやれんでやっとるかもしれんけどさ、よくコメントで言われるけど、はい、足場の世界って、ね、きついじゃん、本当に体力が、ね、
はい、ないとできんし、根性ないとできんじゃん。はい、でそのね、やっぱり入れ墨入れたから若い頃にこうやってやったって別に僕はいいと思うから、まあ、出すもんじゃないけどね。はい、だからうちのお客さんが見たことは絶対ないと思うのは、なんで言うと思った。そうそうそう、そもそもそれ聞きたいわ。なんで言うと思った。なんなんですかね、みんなやっぱ周りとか周りも入れてるし、先輩も入れてるっていうのもあったんじゃないですか、やっぱ、ね、地元はね。まあ愛知県の豊揚げっていうところなんですけど、まあひどいもんなんですか、その地域は。まあ俺の地域はあんまり自慢できるような場所じゃないんだけど、まあひどいね。ひどい、本当にひどい場所。愛知県の豊揚げって言ったら、ああそこねっていうぐらい、はい、まあひどいよな。まあ俺もまだまだ港区だけど、あんまりね、豊揚げかもう港区かみたいな感じで、もうバカ、お前ら俺らバカにするなみたいな世界観はあるけど、まあだけどひどいな、そこら辺も。もうなんか、それが当たり前みたいな育ったのもあるのかな。なんで入れたのかな、はい、友達は。友達なんか出たの。僕の友達が言ったのは、なんかあれですね、やっぱりもう、まあ反強制。あ、入れろと。はい、もうロープで縛られて。まずもう無理やり入れさせて、やばいじゃん。だからそれだったらもう、もう完成させるしかないって。16歳だよ、お前ロープ縛って。こうやって縛られて、こうやって、で、それでそのプロに突きながら死んでんだ。はい、突きながら死んでんだ。昇天します。入れ墨入れたことで、なんか後悔とかねえよ。よくあるし、年取ったら後悔するぞ。後悔する年まで来てねえのか。いやでも、一生後悔しないんじゃないですかね。後悔しないんじゃないですか。あ、別に、まあ、そういう時代も時代なのかな。昔だったらもう本当に日本のなんか入れ墨ってイコール反射じゃん。今ってだんだんそういう、まあ、でもお前らのやつおしゃ、お前らの友達のやつおしゃれなやつじゃないのかな。まあでもアメリカナイズされた感じになっちゃう。でも守りが好きな人、守りが好きな人が例えばおおいいんじゃないのっていう。まあでも守りか要望りかって結局分かれるじゃないですかね。そういうこと。海外の帽子からそういうのないの。まあ別にもう全然今でも効果ないないですね。まあそんな感じです。まあ結構、はい、まあ皆さん聞きたいことだで、まあこれがネタになったかどうかわからんけど、まああくまでもまああれだよね、そのなんか変な意味で出しとるんじゃなくて、まあねコメントも多いし、まあそういうことを聞いても、まあずっとまあ普段から絶対出すなよって言ってるし、まあそういう友達はまあ友達だけど、で、はい、あくまでもこれから YouTube でもそういうね、まあちょっと酔っ払って一回もライブでね生放送でどちらかとおっしゃったけど、はい、まああのきちっとね、まあ、そういうことは出さないっていうのが手なんで、まあ、コメントで入れてもそれ返事もないと思いますけど、はい、まあ、今回だけね動画で、はい、で3日以内に消しますね、この動画。証拠隠滅、証拠隠滅。数字読み見てた、伸びたらもうすぐ終わった。あのだからいいねとコメントをしてくれるといいんだな。はい、でランチコミとかいっぱい入ってくるとなんか動画が伸びてくるんだよな、不思議なことになあれ。そうなランチが騒ぐような動画作らなかったよな俺も、はい、でいつもいつも俺もう本当はめちゃめちゃピュアなのにひどいことばっかさせられて、カメラ抜けてくるから、俺自分が自分じゃないみたいに。はい、ちょっと求人道場の話ですけど、まあ求人道場やってて、求人道場建設業専門で検索すると、まあ、出てきて概要欄にも貼ってあるから、今結構ね107社登録で、まあもうすごい毎日800人ぐらい出てきてる。はい。だからそれだけの職人さんが見に来てるけど、本当にまだ30社40社、100何社登録されて、まだ求人出しようが40社か50社ぐらいなのかな。はい。だからもう今チャンスだから、まあおめえ今そこに求人かけたかどうかが今システム上さ、やっぱそういうのまで作るともう1000万とかいっちゃうので、はい、まあ、そこまでは分かんないんだからね、システム上。はい。で1000社まではまず無料で求人出せるようにしようと思ってますんで、はい、まあ、ぜひチャンスなんで、ぜひ、まあ、求人も出してくれるところもおって、また見に来る人も増えてって、この相乗効果だと思いますんで、今ぜひ登録で出してくれたらね、本当見に来てくれとるんで、いろんな方が、まあ、全国求人で出せますんで、一人親方が出せるんで、あの個人事業主でも出せるっていうのが、まあ、面白いなと思って、ね、なかなかそういうのって何十万もかかるからさ、求人で、はい、難しいじゃん。やっぱ従業員見つけるのが難しいでしょ、うん、で、そこをやれるし、で、まだ塗り替え道場の求人もやってますんで、はい、あのぜひ足場の方も募集してますんで、はい、見に来てください。はい、またね。また見て。